ボールは友達、しかし友達は裏切る、友達はいじめる、友達は怖い、まあ、そんなことがあると思います。例のキャプテン翼というね漫画でも、ボールは友達だよって言っときながら、別の場面では俺たちの怒りはこのボールにぶつけるんだっていうね、同じキャプテン翼が言っております。さあでも気持ちはわかります、言ってる意味のことはね。なんか自分の感情がかきむしられた時に動画にすることによってスーッとね自分を客観的に落ち着かせることもできますし、喜びを YouTube で表現することによって、まあ、自分のねありがたさ、感謝を誰に向けるべきかってことが、まあ、整理されたりもするみたいなことがありますんで、まあ、どんな時もね動画とともにあれって感じですか。そうするとものすごく嫌な目にあった時でも、動画のネタだこれはみたいな感じになったりとかね、まあ、あのこの度車検がまだ100万円以上かかるわけですけども、それも動画のネタになるということでございます。動画にすればアクセスがあり、アクセスがあればそこは少なくとも売り上げがいくつかになってますんで、まあまあいいかなってことでございます。ちなみに先月立ち上げた YouTube 政治系チャンネル、報酬は数万円でございました。ですんで年間で数十万ってことになりますね。十分やる価値はありますね。うん、いってらっしゃい。